真ん中。真ん中。総監督感がすごいですね。総監督だから。じゃあ V どうしようかな。じゃあこれでいきます。ちょっと距離はい。はい。こう脇のポーズなんで。はい。いきます。脇。はい。はい、ありがとうございます。カメラマンの皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。風緑の代表にちょっと一言だけ。このままですか？このまま。立ちましょう。立ちましょう。立とう立とう。はい。はい。はい、はい、今日は暑い中、長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。本当にあのよく晴れてくれて、朝ちょっと怪しかったんですけれども、もうこうやって皆さんと数ヶ月ぶりにお会いできて、もうとても感極まるというか、やっぱりこういうのが楽しいなと思いました。こういう日常がまた徐々に戻ってこれたらいいなと思います。そのためにも私たちはもう一生懸命感染対策をして、感染防止対策、はい、感染しようとしてるみたいな、あのちゃんと手洗い、うがい、消毒、マスクきちんとして、きちんとした生活を心がけて、少しでも早くこういった楽しい日常が取り戻せるように皆さんで頑張りましょう。はい、また次にお会いできる日を楽しみにしています。ではでは、今日のあれ？あ、痛い痛い。今日のもう総監督お願いします。はい、どうも。あの親方どこ行ったってね、みんなに言われるんですけどね、今日はあの主役が風見鳥さんでございまして、わきあいではございません。あの今一度ね、風見鳥さんに大きな話を。あの練習もね、本当こういうご時期ですからままならずね、何人かに分けてこう練習されたりとか、本当に大変な思いの中で、なんでやらせるんだという話なんです。代表と何か皆さんに喜んでいただけるものを企画しようということで、自己満ではございません。皆さんが一人でもうわっ何っていう方がね、いらっしゃればいいなという思いで、皆さんあの頑張ってここまで仕上げてもらいました。あの踊りのテイストが和気あいあいと風見鳥さんで全くと言っていいほど違います。その中であの私たちにすごく近づけるようにっていうのをご努力されました。はい、それはねすごくもう泣きそう。もう本当にどれだけあの努力されたかというのが分かっているので、すみません、しつこいかもしれないですけど、皆さんもう一回拍手をお願いします。終わり。挨拶します。ありがとうございました。ちょっと離れましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、まあ、各市民芸というより、なんか、今回よさこい祭りみたいな。まあ、あの、今日午前午後と、あの、元気を振りまいていただきました。みんなよさこい会、和気あいの皆さん、そして風見鳥の皆さん、ザ・よさこい一座の皆さん、お客様、もう一度大きな拍手でお送りしたいと思います。ありがとうございました。特にあのパークではあのよさこい鳴子を使った健康体操、毎回でもやりたいなと先ほど裏から見てて思いました。もしご都合ついたらまたお越しください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして10月